皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。今回はこちらディスガイア RPG の10連ガチャをやっていこうと思います。これ欲しいのがこのキャラクターになります、デスコ。これがちょっと持ってないので当てたいんですけど、前回もデスコのピックアップガチャがあって40連して星4何も出ないっていう、そんな形で終わりました。で、今回は50連すると50連目に1体は必ず出るっていう仕様になっているので、まあ、今回50連やっていこうと思います。ちなみに通常時の提供割合が星4が出る確率が 4.5%、 星3が 15.5%、 星2が 80%、 まあ圧倒的に星2が多いんですけど、まあ星3以上、できれば星4を、まあ2体3体出てくれればっていうことでやっていこうと思います。それでは10連目いきます。あー、これね、壺が金だと確定だったりするんですけど、今回は銀です。赤じゃなくてプラチナ色の玉があると、まあ、星4なんですけど、でここでなんか演出が出てもあの逆転で星4出たりするんですけど、厳しいかなと。あとはこの出る瞬間にあの演出が起きると色が変わって星4になったりするんですけど、ここで変わらない。はい、ということで星3が2体出ただけでした。もう一回いきます。あ、来た、金が来ました。これこのプラチナ色のやつが星4確定なので、あとはまあデスコが出てくれれば、あのピンクの髪のやつはいらないんです、あれは弱いんです。今日からよろしくね。俺の命あんたに預けた。俺の命、お星さん、あんたに預けた。いきます。あー、バルバトーゼ。あー、持ってるやつが出ました。まあ、持ってるやつも使い道はあるので、まあ、嬉しいんですけど、どうしてもデスコが欲しいのでまだいきます。金、あー厳しい。どう、あー赤がいっぱいあるので逆転演出で星4に変わってくれればありがたいんですけど、変わる、変わらない。精一杯頑張りますね。変わる、変わらない。あー、変わる、変わらない。よいしょ、ラスト。お、変わった、来た、デスコ、すごいです、お願いします。あー、もうこれいらないやつ、いらないやつ来た。はい、もうしょうがないです。次40連目いきます。でもここまで2体なので、ここが、あー厳しいかな。いきます。赤が3つ入ってます。ここでプリニがバーって走ってくれると、走らないですけど、走らないですけど、逆転ない、演出ない。はい、いきます。よろしくね。お、来た、もう3回目デスコ。おー、来た。あー、ほんと引けると思ってなかったので今リアクションに困ってます。よかった、今回はかなり引きがいいと思います。じゃあ次はもう確定なので最後やっていこうと思います。1体は確定してます。で、これね、同じキャラクターが重なって出るとそのキャラクター強くできるので、まあ、もう一体デスコ出てくれてもありがたいです。ね、このプリニーの軍みたいなのが走ると、まあ、これは確定なので、この演出が出たんでしょうけど、最初から、もうピンクのあのキャラクター以外、お、すごい、これは
ここで逆転エースが出ました。せーの、デスコ。あー、もうこれ出た、これ出た。なぜこれが2体出た。頑張ります、よろしく。はい、次はデスコ。あ、キリア。はい、今日からよろしくの日。これは、あー、変わらない。僕頑張ります、今日からよろしくの日。はい、ということで何体出たんだろう。 1,2,3,4,5 体、50連して5体出たのでかなり良かったんじゃないでしょうか。まあ、まだもうちょっとあの宝石残ってるんですけど、今回はここでやめようと思います。またディスガイアガチャの方やってきますので、よかったら見に来てください。今回はありがとうございました。